これから7回ホークスの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。背番号26田中正義がマウンド上に上がっています。点差がついた中でのリリーフとアウトコースボール155キロです。低め空振り155キロ。振ってきませんか。はい、高めストレート外れてボール、打ちました。ストレートに詰まってセカンドライナーに倒れています。ワンアウトです。打順は4番柳田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。わずかに入りません。ボール先行です。これはセカンド石井抑えてツーアウトです。5番バッター中村、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁、打順は6番佐藤。まあファイターズとしてはこの終盤インサイド落ちました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。